こんにちは、荒木和弘です。令和3年、9月24日、金曜日のショートメッセージをお送りします。今日お話しするのは、北朝鮮が韓国に対するコンプレックスのお話です。で、今のムンジェイン政権は、まあ、ともかくも北朝鮮に嫌われることは一切やらない、ということでですね、もう完全に北の方が主導権を握っている。キム・ヨジョンがですね、しょっちゅう、ムンジェインのことをバカにしてるわけですけども、それでも、実は北朝鮮の中には、南とはもう絶対にかなわない、という意識が、まあ、非常に強くあります。ですから、統一なんかしたらですね、もう自分たち飲み込まれるという、まあ、そういう恐怖感すら持っていると言って間違いないだろうと思います。で、まあ、韓国は、まあ、なんだかんだ言っても民主主義の国です。今、まあ、ムンジェイン政権最後の残りですね、半年ということで、もう、政権交代したら、今の政権中枢の人間みんな捕まりますから。で、それもですね、まあ、いわゆる国家保安法とか、まあ、そんなのももちろん、山ほどあるんですけども、もうそれ以前の収賄だとか、そんなもんでですね、バタバタ捕まっちゃうと思います。で、ですから、まあ、そういう意味では今必死になって、もう法律も何も関係なく、マスコミを叩いたりとか、いろんなことやってるんですけども、まあ、これももう限界があります。で、いずれにしても、その韓国に対してですね、北朝鮮はなんで弱いのかと、これは、なんだかんだ言っても、やはり自由民主主義と、それから共産主義という言い方になるんでしょうか。マルクス・レーニン主義とも、なかなか言えませんけども、まあ、北朝鮮の独裁体制と違いですね。で、北朝鮮はこれまで改革開放一切やってきませんでした。で、中国が改革開放をやってからも、北朝鮮はですね、中国から随分改革開放をやれと言われたんですけども、言うことを聞かなかった。言うことを聞かなかった最大の理由というのは怖いからです。情報を入れる、あるいは自分のところの情報を出せばですね、外に北朝鮮の実情が分かってしまう。あるいは国民が外国の実情を知ってしまうと。で、そうすると自分たちがもう体制が持たないというふうに思ったから、改革開放路線は一切取れなかったということです。で、それはもうコンプレックスの裏返しですね。で、1987年の大韓航空機爆破事件、これも、もう北朝鮮にとってはですね、もうソウルオリンピックやられてしまったら自分たちはメンツ丸つぶれたということで、なんとかして邪魔したいということで考えたのが飛行機を殺すことだったと。まあ本当にバーバーしいことやったわけですけども、それで115人殺してですね、結果的には何もいいことはなかった。でも、それでもそれほど北朝鮮のコンプレックスは強かったということです。で、今、北朝鮮の中はもうみんな韓流ドラマとかですね、見てます。ソウルの言葉の言い回しの方が北朝鮮の言葉よりもかっこいいと、若い人たちみんなそんなふうに思っているというような状態です。ですから、もし開いてしまったらば、わーっとですね、いろんなものが入ってきて、結果的に自分たちの体制が持たないというのが、まあ、非常に北朝鮮側の思っているところです。だから、まあ、去年の暮れぐらいから、韓流ドラマとかですね、ああいうものをもう厳格に取り締まる法律を施行して、そして取り締まりやってんですけども、まあ、結局終わらないと。みんな見てんですからね、どうせ、キム・ジョンウンとかキム・ヨジョンとかみんな見てると思います。キム・ヨジョンなんかですね、おそらく愛の不時着とか見て、私も行きたいわ、南行きたいわとかですね、思ってる可能性の方が高いんじゃないかなというふうに思います。で、昔ロシアジョークで、ブレジネフとコスギンだったかなんかわかりませんが、二人で話しててですね、で、このまま行くと、みんな、我が国、ソ連を逃げて、ソ連から逃げて、そしてもう我々二人になってしまうんじゃないかということを片方が言ったらば、もう片方がですね、その二人っていうのは、君とあともう一人は誰なんだというふうに聞いたというジョークがありましたけども、まあ本当にそういうような状況だというふうに思います。で、このコンプレックスは絶対もう抜けません。だからこれうまい具合にですね、もっと使えば、
北朝鮮の中にさらにですね、亀裂を入れることには使えることは間違いがありません。本当は一番いいのはですね、韓国の中の北朝鮮万歳という極左のですね、新北の連中をまとめて何万人かですね、北に入れちまうのが一番いいです。で、そうするとですね、そこでみんな勝手なことを言い始めます。で、結果的に体制を倒すことができると。これはもう保守系の人間が一体とかですね、爆弾を落とすよりもはるかに強力な破壊力があると思います。そんなことをムンジェイン政権最後にやってくれないかなと、期待してます。で、それで北朝鮮の体制を倒すことができたら、まあ、ムンジェインはですね、その後本当に民族の英雄になるんじゃないかなということを思っている次第です。今日は北朝鮮の南韓国に対するコンプレックスについて、お話ししました。今日もありがとうございました。